皆さんこんにちは、杜氏の川合しみさです、今日は多分これめっちゃ久しぶりのこのお酒とおつまみのシリーズめっちゃ久しぶりですこの動画、久しぶりですね。全然今までちゃうことやってきましたもんね。そう、今までちょっと違うことやりすぎてたんですけど、久しぶりにあのお酒を紹介するシリーズをやります。チャンネル、今ちょっとうちの旬なお酒になってます。柔道、お柔道です。柔道、柔道、はい、またインパクトの強い名前ですね。そうです、みんな3人言われます。なぜ柔道なのか、純米大吟醸柔道というお酒を紹介したいと思います。で、実はこのお酒も知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、フランスの日本酒のコンクールクラマスターで、純米大吟醸の方で金賞をいただきまして、おー、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、はい、今ちょっと話題というかうちの中で旬のお酒です。で、このお酒は実はあの輸出専用商品で、普段は日本の流通には全然ないお酒なんです。輸出用に開発されたお酒です。で、2017年にから発売をしてるんですけど、なんで柔道っていう話ですよね。うん、なんで全然リンクしないですね。うん、まあ特にまあ寺本さんは入社して2ヶ月ぐらい、はい、でちょっとまだまだ七木君のあれは深いところまであれなんですけど、まあこのなんで柔道かと言いますと、実はこのうちの創業者の弟でこの川石幹之助。うちの一番最高峰のお酒の名前になってます。幹之助という、はい、人物がおりまして、まあ、彼がフランスに初めて柔道を広めたと言われています、はい、でフランスは実はすごく柔道が盛んでして、日本の柔道人口は23万人に対してフランスはなんと70万人。え、そんなにいるんですか。そうなんです。倍以上、倍どころじゃないですか。約もう3倍以上、3.5 倍ぐらいいる。もう世界一の柔道大国、その柔道大国の礎を築いたのが川石幹之助と言われてまして、すごっ、はい、で川石幹之助は本当にフランスの柔道界では大変高名な人物、フランス柔道の父と言われている男なんですね。でその幹之助をもっと世界にも知っていただきたいという思いで柔道というお酒を作りました。でなんで柔道っていう名前にしようかって思ったのは、これ完全に私が考えた企画。そうだったんですね。幹之助はね、実はこれ2000年からこのうちの最高峰のお酒として幹之助っていう、大吟醸の幹之助っていう商品があったんですけど、幹之助のことを説明するときに、まあ、皆さん知らないですよね、日本の方でもね。知らない、聞いたことなかったです、はい、ちなみに幹之助ちょっとこんな感じの丸眼鏡のこういうちょっとこだわりの強い男性の、あ、なんか教科書に載ってそうな、そうでこの幹之助、しかも字がこの字、うん、これはペンネームみたいな感じの名前なんですか。酒造るの助って書いて、これ本名なんで戸籍名なんですけどすごいですね。この人物を説明するだけでも結構時間がかかる。で、さっき言ったようにフランスに初めて柔道を広めた人物でっていうくだりがもう長すぎて、毎回これを説明するときにちょっともう1分ぐらい商品説明に時間がかかってたので、それやったらもう手っ取り早く柔道っていう名前の酒作ったらええんちゃうんっていうのがもう私の最初のひらめきやったんです。で、柔道って酒の名前につけれるんやろかってふと4年前ぐらいに思って、リオデジャネイロのオリンピックが終わった時、ブラジルのオリンピックが終わった時にふとそれを思いつき、柔道って名前ってつけれるんやろかって思って商標を探したら登録がなかったんで、あ、これもしかしていけてしまうんじゃないやろかって思い、すぐに商標を取り柔道という名前のお酒を作りました。柔道っていう言葉はね、本当にフランスの方、もちろんロシアの方、誰でも全世界の人が知っているもう世界的なスポーツの名前なので、それを世界に輸出するときにつけたら、
え、なんで柔道なんて世界の人も思ってくれて、そこからミキノスケの話が展開できて、そしてミキノスケのことを知ってもらえるんじゃないやろうかということで、この名前にしました。へー、はい、すごい。でも柔道という名前になるためになったお酒みたいなもんですね。でもちょうど相手なんですもんね。そうです柔道っていう名前にするもんだから、やっぱ柔道の名前にこうイメージしやすいこう商品にしたいなってことで、まあ、柔道って言ったら、まあ、なんて言うんでしょう、こう驚こらしいとか踊り事っていうような感じなので、酒も絞ったまんまの方がいいのかな、その出来たて荒々しいピチピチとした時のものの方がいいかなと思って、この商品は絞りたてをそのまま瓶詰めしています。でもまあ日本の場合だったら冷蔵で流通できるんですけども、輸出にする場合はやはりこう生で輸出するのはなかなか難しいので、絞りたての美味しさを凝縮するために瓶間火入れといって、瓶のこのままのことを熱殺菌をして、湯煎で熱殺菌をすることで香りも風味も味わいもこう閉じ込めることができます。まあ、瓶間火入れの場合ちょっと時間がかかるので通常の商品にはなかなかできにくいんですけど、これは全て瓶間火入れというのを行っています。そうすることによって絞りたてをそのままの美味しさを味わえるという風になっております。なだぎくチャンネルで、まあ、あとミキノスケのことを広めたいということなので、お米もやっぱりこう地元のお米で作りたいということで、姫路がある西播磨の地域の酒米兵庫姫路式を使って作ろうということで、やはりもうどこから見てもミキノスケのことが伝えられるように、ミキノスケの生き様というかこう人間性というか、もう全てのことがこの一本に凝縮できるようにということで、この味わい風味を考えました。すごい、そこまで考えられてるとはちょっとこれすごいですね。まあ、ずっとそう考えて形になるまでやっぱり 2、3年かかるかなっていうところなんですけど、で味わいも純米大吟醸はこう日本の場合はすごくこう洗練されたソフトな甘みで綺麗な味のタイプが多いんですけども、まあ、通常の純米大吟醸ではやっぱ面白くないなってことで、絞りたてとやはりこう旨味、甘み、酸味、いろんな味がしっかりと詰まった食事に合わせてもこう負けない、食事に合わせやすいお酒を作ろうということで、いろいろこう仕込み配合も考えながら作ってきました。でようやくこの作り始めて4年目で、フランスのコンクールで金賞をいただけたので、自分としては本当にこうゼロから作り上げたストーリー性と、あと味の声が評価されたってことはすごく嬉しく思ってます。はい、ということで、じゃあ飲んでみましょうか。飲みましょう。はい、ちょっと話が長くなっちゃうので飲んでみます。ちょっと冷えたやつをこっちから出していきます。でこのお酒は絞りたてをそのまま瓶詰めして、ちょっとうっすら濁ってるので飲む前にこうやって取ってください。ちょっと濁ってます。でグラスはこう香りが華やかで酸もしっかりしてる、こういうワイン、小ぶりなワイングラスは。おしゃれですね。はい、ワインみたいですね。ワイングラス。そうか。ごめんなさい、まず掴んでしまいました。見てわかります。ちょっと濁ってるんですよ。濁ってますよね。絞りたてってね、これぐらい濁るんですよ。でこういう、こう色からしてもこう個性的だし、あとまあこう柔道っていう言葉のイメージのこう。ちょっとこう武骨さがあるかなと思い、こういうそのまま絞ったままをしてます。では乾杯。乾杯。いや本当久しぶりです、このテイストで。どうぞ。いただきます。美味しいです。純米大吟醸ですごく華やかさもあって甘みもあるんですけど、こう後がねグッと味わい、そして酸が広がるので、こう力強さもありながら、こう甘みと酸のバランスでこう綺麗に最後切れていくっていうのが特徴です。あ、美味しいです。でこのお料理はチーズ系とかバター系のお料理に合わせやすいので、今日は家庭でもできる、だけど私は作ってないうちのいい食料ちゃんが作ってもらいました。おいしそう。秋鮭のムニエルを作ってもらいました。そしてこれは、
マヨネーズとからしとバターのソースをつけて食べます。こういう人はしっかりめの、お味のものと合いやすいと思います。日本酒とムニエルっていうのはなんか面白いですね。あそうでもね、この間これはなぜ思いついたかっていうと、お客さんが教えてくれたんですよ。ムニエルと合うわって、そのままお客さんの言葉を聞いただきました。バターと魚のこう塩気がちょうどこの柔道と合います。お互い負けることがなく、尊重し合ってるというか協調し合ってる感じで美味しいです。フランスの方も美味しいと思ったんでしょうね。料理と合うって思ったんですよ。そういや、そうですよ。そうですよ。マヨネーズはこのバターソースの。あ、やっぱりバター系と合いますね。へえ、ちょっとバター系って単純に言うと油っぽいじゃないですか。油っぽさとコク、旨味がすごくこのお酒と合います。さっと洗い流すような感じ。多分普通の大吟醸とかだと、うちの大吟醸とか自分の大吟醸だと味わいがこう優しいので、こうバターに負けちゃう感じですけど、こう負けない力強さがあります。今食べて分かったのは、このレモンで搾って食べるよりも、このソースとの方がよりこうペアリングがいい感じがします。へー、面白い、すごい、日本酒ですよね。ワインじゃないですよね。そう言われたら日本酒ですよね。でもそれを思って想像して、このクラマスターの審査員の人にも個性的なものがいいとか、やっぱ料理とのマリアージュをこうしっかりコンセプトとして考えた先がいいっていうのを3年前に言われて、味わいのある、そして調和が取れた酒が作りたいと思って作ったので、まさしくそういうその経を成したものが作れてると思いました。キリがいいね。あ、ほんと合います。ムニエルだったらね、家庭でも作れますもんね。でムニエルだけだと結構また控えめにするじゃないですか。バターたっぷりの方がこのお酒は合います。バターたっぷりのムニエルをじゃあ、はい、作ってもらいましょう。これは、このソースは、マヨネーズにからしと溶けたバターを入れて作ってくれたんですけど、すごく深みがあるので、これちょっちょって舐めながらするとすごく美味しいです。家庭でも簡単にできると思いますので、ぜひやってみてください。今日はなんかこんな久しぶりの動画でちょっと緊張しましたけども、やっぱいいですね、食べながらの動画。本当多分2ヶ月ぶりぐらい。そうですね、そうですね、今までね全然ちゃうことやってきましたから。やってきたんですね。たまにはこうお酒のことをしっかり説明する動画も作っていきたいので、皆さんぜひお楽しみにしてください。でこの動画気に入ってくださった方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。Facebook、Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひそちらの方もご登録お願いいたします。今日もどうもありがとうございました。